気持ち見せようね、最後まで。上上がり終わるまで戦うよ、戦うよ。一人一人自信持ってね。最初ね、特に前から行く、前から最初繋いでくるからね、みんなでコンパクトにね、コンパクト自信持ってね、一人一人が一体が出して、一つなろういけのべやん、けで primer minuto podemos ganar最初の1分から全て勝つつもりでいく vamos a salir al 100% a ganar 100% 入って、しっかり勝てるようにしよう tenemos la oportunidad de jugar en primera el año que viene俺たちまだ J1 でプレーできるチャンスがあるからね、まだ y hoy es una oportunidad para ganar y para llegar arriba でそのチャンスを掴み取るための今日の一勝を取ろう y por último va a hablar サワ最後ちょっとサワが話してくれまず最初から最後まで集中して目指したらフィナーボックスで全員で勝って帰りましょう。サワすごっ。前半スタートです。まず中村に持ってきます。外の米田。後ろから横山のファールです。今も早速こうボール長いボール蹴るっていう気配をね出しつつ中村選手を経由するあたりがまず起点にこういろんなところからあの攻め込んでいこうっていうね50番からの配球というところが今日のトライではあるんじゃないでしょうかねチームとして早速つないでいこうという意思を見せました楢崎です。中村が蹴ります。国分から加藤狙ってきた先制山形バウドから中村へここ縦につけます、うん、そして不安魔の背後狙い後藤よく出てきました。 いいですよね真ん中を割ろうとしてね、しかしやはり中村が入ると違うというのは長崎一つ見せましたが、はい、後藤のいい判断でした山形中通してきます。中村から前向き作ります。桑崎狙った、こぼれた、決定機やはりまた中村から絶妙のボール、はい、そして最後は桑崎でした。国分が蹴ります。ニアに来る、流れてきた、3点目国分自分でいった、入れてジョップだ、さあ1点返しました。ジョップがまたゴールです。2試合連続ゴール。Eu acho que a gente tem que ter mais atenção, que foi um primeiro tempo que eu gostei demais.Né, para não ficar saindo atrás do placar e depois ficar com dificuldade no jogo. Então é continuar criando, continuar chutando. A gente chutou, colocou bola na trave no primeiro tempo e ter mais atenção defensiva para que a gente não tome esses gols. É, ontem a gente trabalhou a parte ofensiva, hoje eu vou entrar com a parte defensiva, mostrando vídeos aí do que eles têm feito, do que foi o jogo contra nós. Né, essa está sendo a dinâmica, passando aquilo que a gente tem que ter atenção. Uma equipe que gosta muito de triangular, muito de ficar com a bola no pé. Né, então, esses detalhes que a gente está mostrando para o nosso grupo aí, para que a gente esteja bem preparado para o sábado. Sauna に変えて Matsuzawa が入ります。Matsuzawa はこれが J リーグデビューです。まあ、右利きのドリブラー、存在を見せたいデビュー戦です。中央不安間です。松田です。ここ突破に行きます。松田選手、もう一回、はい、一つ存在を見せようとした松田です、はい、先週、まあ、10分くらいしか出てないですけどマジで人生、サッカー人生の中で本当にトップレベルに悔しくて負けて、それも大敗しちゃって、それでもう今週は、まあ、まずメンバー入るところですけど、まずメンバー入って本当に
今週の最初の練習からもう絶対出て活躍して決めて勝つっていうのを自分の中で強く持ってるんで、今週は絶対勝ちたいですね。で、まあ、自分のやる場所はサイドっていうところで、まあ、多分監督とかから選手からも自分のところで仕掛けてチャンスメイクっていうのをやるように言われてるんで、そこをどん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 挑戦していけたらなとは思います。いやでもだいぶ近いですね、全体的にすごいですね。めっちゃできてますよ。だってこんなんなかったっすね。なかったっすね。そうですね。この日選手たちがやってきたのは、全国から長崎にいらっしゃった方も楽しんでいただけるセットを作ってみたいな。長崎スタジアムシティの建設地、長崎駅から徒歩10分圏内、およそ 7.5 ヘクタールの広大な土地を舞台にした民間主導の壮大なプロジェクト。ピッチから観客席までの距離が最短およそ5メートル。日本一ピッチに近いスタジアム、ビファーレン長崎の試合を客室から一望できるスタジアムビューホテル。今年 B1 昇格を成し遂げたプロバスケットボールクラブ長崎ウェルカのホームアリーナ。さらに長崎最大級のオフィスビル、商業施設も備えたスタジアムを中心とする大型複合施設、これが2024年秋長崎の地に誕生する。そこでこのコーナーでは、開設まで夢を持ってプロジェクトに関わる人たちに密着。新しい未来を想像していく思いに迫り、現場で生まれるさまざまな層にフォーカスしていく密着、長崎スタジアムシティプロジェクト。今選手たちがいるのは、完成するとピッチの中心となる場所。練習ベンチがこっちです。練習ベンチがこっちです。で、目の前に見えてるでっかいのがホテル。近っ。めっちゃ近いじゃん。こうやって。そうそう、斜めになるからちょうど。ホテルとの距離感に驚く選手たち。これめちゃくちゃ盛り上がると思うので、この日ぜひ想像してもらって、はい、未来のスタジアムでプレーする自らの姿をそれぞれがリアルに想像した。いやもう試合してるイメージがすごい湧きましたし、歓声が楽しみです。改めて J1 の舞台で戦う決意を胸に、選手たちはスタジアム建設に携わる人たちの元へ。この辺通るたびに、外側からはこう徐々にできてきてるのを見ていてすごく楽しみだったんですけど、やはり中に入ってこう迫力だったり、実際のなんだろう、こう雰囲気っていうのをこう実際ピッチレベルで見ることで、こう自分がプレーをする時の想像も膨らみましたし、まあ、なんとしてもこのスタジアムで来年、J1 で、迎えられたらと、これからも引き続きよろしくお願いします。スタ
タジアムの建設地を訪れ、選手それぞれが想像した未来のビジョン、一人一人がその思いをスタジアムに刻む。すごい楽しみですし、まあ、来年の本当プレーできるのが早くしたいなと思います。このスタジアムとしても個人としても、まあ、チームとしても世界に羽ばたいていけたらいいなと思います。幼い頃はこんなスタジアムができるとは全く思ってなかったですし、早くピッチでプレーしたいなという気持ちが強まってます。J1 という舞台で戦うことを約束したいですし、優勝争いできるようなチームになって長崎を盛り上げていきたいなと思います。ファン、サポーター、選手たちにとって夢の舞台、来季この新たなスタジアムで躍動する未来を想像して。次週は長崎スタジアムシティ子ども見学会に密着。そこに活躍する自分の姿を想像してほしいなっていうふうに思います。将来の夢はプロサッカー選手になりたいです。このスタジアムでプロサッカー選手になってハットトリックを決めたいです。将来この地で活躍を夢見る子どもたちの思いに迫る。踊ったらなんかシュートを決めたい。